いろいろな顔を持つあの人が、我らがスター横山雄二、人間観察と思いつき、誠のクリエイターとして極みを望む。さあさあ、今宵も何が出てくるか、人生の人間交差点。鬼が出るか、蛇が出るか、幕が開いてのお楽しみお楽しみ。ザ・横山雄二ショー。作家でもあり、ドイツの聖職者でもあったマルティン・ルターはこう言っています。この世を動かす力は希望である。やがて成長して果実が得られるという希望がなければ、農夫は畑に種をまかない。あ、そうね。なんか希望っていう言い方をするとオーバーに感じてしまうけれども、その願いだったり望みだったりすると、あ、当たり前のようにやってることの中にその希望という光があるんだなと思います。私が天才横山でございます。この番組は55歳になっています、私天才横山雄二が広島の大人元気を送る1時間のショータイムってことですけども、まあ今週はね、おかげさまで朝やらせていただいている番組午前様様が5000回を迎えるということになりまして、5時間半の生放送をやりましたよということですけど、あれおかしなもんですね。5時間半って相当ですよ相当な時間ですよ。これがさ、喋ってると息を吸って吐いた瞬間に終わったぐらいの体感なのよ。でこれがリスナーの方もそうなのかどうかが俺らには分かんないのよ。で、なぜならば、人の番組を車の中で聞いてたりとかするじゃないですか。それで聞いてます。で、目的地着きました。車止めました。で、買い物しました。で、いろいろ、まあまあやりましたよっていう状況で戻ってきました。エンジンかけます。で、ラジオ流れてきます。まだ喋ってます。おい、まだやってんのかつって。おい、ほんとかつって思ったりするけど、多分そういう状況だったと思うのよ。それがあっという間に感じるってさ、時間って面白いねと思って。例えば夜の1分と朝の1分って明らかに違うじゃないですか。で、朝の1分って絶対大事だけど、どのぐらいなんだろう。朝の1分って夜の10分分ぐらいあるよねなんかこう寝るのが10分遅れたって言ってもそんな気になんないじゃないですか。で、寝つきが悪いとかさ、寝ようと思って布団入ったけどゴロゴロしてるうちに10分経ち、20分経ち、で30分経った頃ぐらいに、やばい、これ眠れんな、と思ったらもう眠れなくなるじゃないですか。でも、例えばその時間と朝の、やばい、1分経ち、2分経ち、3分経ち、やべ、3分遅れたっていうのは多分同じぐらいの価値な気がすんのよ。で、それ考えたら、同じ時間なのに、全然用途や、その時によって重みが違うっていうのが、いや、5時間半の生放送ってさ、きっと、一般の方とかに、じゃあ、はい、やってみてくださいって言ったら、どのぐらい持つんだろう。俺らほら、12月にさ、チャリティーミュージックソンって24時間ラジオがあったりとかするじゃん。だから別に、時間がどうっていうことは、長いことに出したら何にも思わないの。だけど、これ15秒で収めてくださいとか、20秒で収めてくださいって言われると、やっぱり気の利いたこと言わなきゃいけないなと思うから、そこはガーってもう、脳みそガーって回して、その一番いいこと、もう俳句みたいな状況だよね。もう言葉数限られてますから、どういうふうにこう、密度のある、濃度のある、そういった言葉を送り届けられるか。そして、それはなんか独りよがりじゃなくて、聞いてくださった方に、ちゃんとこう、言葉っていうさ、言霊を、わしづかみさせられることが、つかめっつって、送り出すことができるかみたいな気がするけど、2時間お願いしますって言われたら、2時間だったらまあゆるゆる行けばいいか、みたいな、あんな感じになるんだよね。だから長いことの恐怖ってないけど、きっと、一般の方、ラジオ機の皆さんとかに、その、
じゃあ10分喋ってくださいとか20分喋ってくださいって言うといや何喋りましょうかってなるけど、きっと5秒とか10秒でちょっと気の利いた一言お願いしますって言われた方がむちゃくちゃ悩む気がすんだよ。だからこの U 字ショーのさ、オープニング、これ9分で締めてくださいっていつも言われるの。じゃないともう入りませんっつって、まあね、大して苦労がない大してね苦労がないんですよ。でもっと言えば、ほらザ・横山裕二ショーってポッドキャストも同じ回数だけやってるからさ、ちなみに今日ザ・横山裕二ショーはね783回目なのね。なのでポッドキャストも783回やってるはずなので、10分間何のテーマもなくって、はいご自由にどうぞって言って、で準備ができたらお願いしますって普通言うじゃん。なのにあポッドキャストいいですかってすぐ言うから、いいよって言うけど普通ダメ普通それやったらほとんどの方は怒る、いやそんな急には無理だよって言うけど、いいですかっていいよっつって、これ喋ってる間で考えればいいやと思っちゃうんだよ。それはやっぱ10分あるからどうにでもなると思うけど、ゆかさんちょっと30秒で結婚式のお祝いメッセージお願いしますとかって言われたりすると、あーなんて言えばいいか、最後ちょっと昨日聞いたこと言った方がいいよね。頭に例えば新郎新婦って言うんじゃなくて、誰々さんってやっぱ名前言った方が感じがいいね。でもっと言えば、例えば新郎のお父さんとお母さんの名前言ってさ、なんとかさん、あこれ親か、なんとかさんってこう言ったりするとこれちょっと面白いかなとかさ、なんかそういうの考え出したら、ちょっと待ってもうちょっと時間ちょうだいって言うけど、10分って言われたらさ、もういいよ始めればつって言ってなんとかなるさと思うから、まあ有事賞もうこうやって喋ってるうちにもう7分今経ってるから、あと2分間なんか喋ればいいっていうだけじゃないですか。だけどそうやって言うと、まあ横山さんたちはプロですからとか、それをね生業にされてるから、まあ職業ですからって言われたりするけど、まあさ、そういうことを別に褒められようとか、そのすごいですねって言われるって気はないんだよね。でそれは今日ゲストがさ、ロバートの秋山さんなのよ。で、ロバートの秋山さんって、俺さ、実はむちゃくちゃアーティスティックな人でさ、難しい人なんじゃないかと思ってたの。なので、メガマックからさ、湯川さん今度ロバートの秋山さん来ますけど、どうしますって言われて、いやー、できれば避けたいなー、つって。あんま受けたくないな、だってめんどくさそうだもん、とかつってて、そうっすよね、ってメガマックも言うのよ。で、ほら、キャラとか作ってきそうだし、で、放送ではすごい緩やかで、優しくて、その心配りのできる人だけど、実際来られた時にものすごい闇のようなもう漆黒みたいな状態で来られた人が、あ、よろしくお願いします、はい、ということでロバートの秋山さんにどうもーとか出てきて、で終わった瞬間に、あ、どうもありがとうございましたとかってもうバーっと行くような人なんじゃないかとか、あとはさ、一個一個さ、いろんなそのクリエイターズファイルっていう自分じゃない人になりきって、でも見立てからさ、性格からすべてその人になりきって、でその人の人生を歩くみたいなこう企画をやってとかして、そこはそれのキャンペーンだとかすんのよ。だからそういうのでもうなんか憑依したみたいにして来られても、いやもうこれさーって思うから、できれば逃げようかって言ってていやでもね、とはいえね、そうやって好き嫌いしてたら番組にせっかく来てくださるゲストの方を無駄にするのもったいないじゃないですかつって、なんとか受けましょうかつって、まあ、やっとこうかつって、ダメだったらもう10分ぐらいでさ、なんかさ短めに終わっときゃいいじゃったけど、これが普通にいい人だったんだよね。だからそうやって俺たちが勝手に思ってることっていうのがやっぱイメージがあってさ、でこうあってほしいっていうことと、こうあってほしくないっていうと、このこう狭間みたいなところで裏表がないって素敵だなーなんて思ったりしたんで、今日も裏表がないトークを目指してお送りしようと思う。週末の夜の魅惑のステージング、ザ・横山裕二ショー、今日もごゆっくりとお楽しみください。この前買った夏服をまだ1回しか着てないのに夏が終わってしまいそうな今日この頃、街行く人はどんな姿を私たちに見せてくれるんでしょうか。街角実況中継、今日はとある衣料品店からお伝えします。解説は街角ウォッチャー山田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。店頭に並んでいる服も秋服が増えてきましたね。季節が変わっていきますもんね。9月になりましたもんね。
プリテンダーですね。セプテンバーですよ。プリテンダーはヒゲダンの曲でしょ。チャラチャラチャラチャチャラチャチャラ。それはヒゲダンスの曲ですよ。ルエッサンス。それはヒゲ男爵。オフィシャルヒゲダンディズムのことを言ってるんですよ。ゲッツ。それはダンディですよ。いやいや、月曜日じゃないですよ。それマンデーでしょ。少年サンデー。ブブーマガジンでした。なんでプリテンダーの話からこんなにずれるんですか。ほんと私って何言ってんだですよね。街角実況中継解説は街角ウォッチャー山田さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はとある衣料品店からお伝えしました。チャンバワンバでタブサンピング、そして開拓団で街角実況中継、とある衣料品編ってことでしたけども、今日まんま好きでしたよ。なんか調子悪い時って粘ろうとするから薄いのが長くなるけど、調子いい時ってもう短くてもスパッと終わったら、そんなでもないけどまあ面白かったねってなるじゃないですか。なんかそういう感じ、すごいそういう感じだった。だからもう一ネタ二ネタ入れたら不在なもうこいつらって多分思うんだろうなとかってちょっと思っちゃったな。だけどえつに言ってんだろうな、開拓団とかね、きっとね。だってラジオでさ、好き放題コントを作っていいですよって言ってその枠もらってて、で自前自作のコントを毎週毎週披露する場所があるじゃないですか。そんな若手芸人でもないからね。そんな自由気ままに作れるなんて。いやだけどそれこそオープニングでちゃんと言ったけどさ、その御前様様が5000回を迎えたのね。なので今もそうなんだけど、 RCC の第一スタジオと第二スタジオの入り口にすごいいろんなところからの花がその届いたまま飾ってあるのね。で今日のゲストの方それをすり抜けて入ってこられて、いやこんななんかこんな花が来る人と今から話さなきゃいけないです、そういうプレッシャーのかけ方って世の中あるんですかって言って入ってこられた。そんな今日のゲストはこの方、横山トークショー Today's Guest クリエイターズファイルでおなじみ、ロバート秋山。ロバート秋山隆二、1978年8月15日生まれ、福岡県北九州市出身、タレント、YouTuber、 お笑いトリオロバートのメンバーで1998年 NSC 東京校4期生です。現代を代表するクリエイターがそれぞれのフィールドでの仕事ぶりや人生について語るクリエイターズファイルで話題になり、2017年にはGQ メンオブザイヤー2017のベストコメディアン賞を受賞。今回10月2日日曜日に100キャラ目前ファン感謝の全国ツアー、ロバート秋山プレゼンツクリエイターズファイルエキスポ、あのトップクリエイターたちが今ここに集結が JMS アステールプラザ大ホールで行われます。よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。ロバートの秋山と申します。よろしくお願いします。存じ上げております。いや、とんでもない。いや、本当に。いや、こちらこそですよ。こんな番組呼んでいただいて。もうとんでもないですよ。ちょっと、さすがに、ちょっと、重鎮の方の番組での、この感じはちょっと。いや、ねじ込みすぎでしょ、ちょっと。居心地が悪いからやめてください。いや、ちょっと待ってくださいよ。すごい、鼻とか出てるし、ちょっと、スタジオの外に。もっとラフな感じにさせてくださいよ。たまたま、ほんとたまたま、番組のこう周年みたいな。そうなんですか。のがあって。尋常じゃない花の料理ですよ、これ、本当に。クラブのママのあの感じの。ちょっと誇張ラみたいな。誇張ラみたいなやつありましたよ、何個か。あれ、あのまんま、クリエイターズファイルの時に持ってきますから。いや、使いますね、あれ。ドライフラワーにさせてもらっていいですか、あれ。いや、でも、はい。秋山さんが来られるって聞いて、はい。キャンペーンとかするのとかって思って。いや、いや、します、します。だってしなくても、はい、もうだってもう、今日本中、はい、どこ行っても、はい、
キャーキャーだろうし。何をおっしゃいますか、もう。集客とか何の心配もないでしょ。いや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 、もうキャーキャーなんかとっくの昔に通り過ぎてますから。嘘でしょ。深夜にね、そのなんかコント番組やってる頃は確かにありましたけど、はいはいはい、こんな風貌の油塗ったロン毛のやつの、ね、熟女熟女言ってる人に、キャーキャーなんかあるわけないでしょうよ、もう。いや。落ち着いた、ファンレターとか来るんですけども、うんうん、昔はそのプリクラとか貼ってたんですよ、今。はいはい、今はもうちゃんとしたガチのスナップショットの、必ず植物の横で写ってるやつなんですよ。もう釣り車みたいな。そうそうそう。ちゃんと達筆な筆の文字とね。うん、いや、だから、いや、キャンペーンはもう大事っす、本当に。いや。なかなか売れませんよ、やっぱり。俺ね。イベントなんて。うん。そんな詳しそうに言うこともないけれど、はい、そんな、ほら、なかなか、皆さんが集客困ってるとか、はい、なかなか大変だっていう時期とかに、はい、その、ロマンの秋山さんが、クリエイターズファイルやりますよってなって、はい、10月来ますよとか、はい、いや、もう、何の心配もない。いやいやいや。もう高笑いしてれば終わるみたいな。そんなイベントに僕は感じてますよ。いやいやいや何をおっしゃいますか。こんな、いや、得体が知らない、ないですよ、まずこのイベント自体の。いや、ただね、得体が知らないんですよ。得体も本当に。わかんない、確かに。そうなんですよ。いや、コントライブとかね、わかりやすくロバートというグループでやってるんで、はい、そのロバートとしてのコントライブとかはなんとなく、あ、ネタやるんだみたいなあるんでしょうけど、不可解すぎて、僕も初めてなんで、このライブ、こういうのやるの一人で。なんでなかなか本当に正直どこの都道府県でも理解してもらえなくてうんうん、うん、これは何ですかって必ず言われるんですよ。だってそのもうすぐキャラが100人、100人、そうですよ、もう7年間やってんですよ、うんうん、2015年ぐらいからやってて、はい、月1でずっと架空のキャラに紛争してやり続けてます。それが気づく100いくし、うん、これはなんかちょっとこう全国回って、うん、このキャラクターを、ライブは今までないと思ってたんで、そもそも一人なんで何役もできないんで、やってみようかなと思って、はい、ちょっと主要都市をこう回ろうっていうことで決めたんですよ。うん、そうすると、まあ、まあ、東京とか売れましたけど、はいはいはい、なんかやっぱりこう、あらっていうのが出てくるんですよね。うん。でも、だから伝わってないっていう、はい。そう、なんか100人が、来ます。縦横無尽に、みんなが出てきますっていうのは分かるけど、でも一人じゃんっていうところ。そうなんです。それをどこすんだって。そう、そこですよ。今、もうはっきり言います。尋常じゃないカツラの発注してますよ。もうちょっと抑えてください。カツラの予算がって言われました、本当に。どうするんですか、このカツラの量って言って。もう時代劇やりますぐらいとか。そうなんです。カツラともう衣装と化粧ぐらいしかないので、あとはこっちが買えるんですけど、その量が尋常じゃないんですよね、もう。結構やっぱ出さないと、いや、ちょっと100人到達と言いながら出るの10人かいとか言われちゃう。そうですよね。3分の2は出したいなと思ってるんですよ。ってことは、60から70は出したい。60から70は行かなきゃなと思ってて、もう、どうしようと思って。この流れでこいつ挟めるかみたいな。こいつのメイクのままこいつに行ってしまおう、もう強引に、とか。もうここ裸でいいらどうなんですよ、本当に。だから結構裸の箇所出てくると思います。はい、今日は裸ですって言って。もう強引に。はい。もう裸です今日はっていうやつに共通しようと思って。俺ね。はい。だから例えば映像を、かっこいいのを、はい。だから俺はなんだかんだ言いながら、そのクリエイターズファイルってね、はい、その面白いけれど、はい、ある意味、すごいこう先端を走ってるみたいな感じが。ちょっと響きだけですよ。クリエイターっていう響きだけなんですよ。でもほら、映像を見たりとか、はい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 、それぞれ前で言うとパルコとかで、はい、パルコでやらせてもらいました。はい、あったじゃないですか。はい、ただほら、もう広島の街のど真ん中に、はい、すごい、なんかもう、秋葉さんの写真がバーンってあって。そうなんですよ。いや、広島の方がすごいしてくれるんですよ。うん、全国パルコ見たけど、うん、広島だけが、パルコのビルに僕を掲げたんですよ。すごかったよ。いや、おかしいでしょ。架空のデザイナーを。俺もおかしいとは思ったけど、そういう全国展開でやってんだろうと思ったんですよ。広島だけです。だけなの？はい。いや、じゃあ広島。そんなことやるわけないですよ。だって相当クリエイターズファイルを広島の人たちは過大評価してます。そうなんですよ。パルコのファッションビルの1階のショーウィンドウのマネキン人形が全部陽子淵並みだったんですよ。すごかった。いや、意味がわかんないです、僕からしたら、本当に。普通の売り上げに影響が出るからやめた方がいいっつって。だって、うちの売り出し中の女子アナに縁紙っているんですよ。はいはい。その縁紙よりも、ヨーコ縁紙の方が有名なんですよ。もう迷惑で、縁紙号泣。こんな私頑張ってんのに、
こんなのに負けんのか知らないですよ、それに関しては。作り物なのに。その内上さんのクレームは知りませんよ、僕は。いくらなんでも。すごい、いらっしゃるんですね、近くに。すごかったですよ、広島。だから、いや、そうなんですよ。その、いわゆる、はい、俺さっき言った、はい、もう、キャーキャーでしょとかって、ワーワーでしょっていうのは、若い人たちの、文化の発信みたいなことをされてんだと思ったから、はいはいはい、そのいろんなかっこいい映像とかね、はい、音楽とかみたいなことを混ぜて、はい、なんかほらお笑いだと思って言ってたら、はい、いや結果、はい、むちゃくちゃクリエイティブなことやってんだよねとかっていうショーなんだろうと、はい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 、勝手に想像してるんですけど、いやあのめちゃくちゃお笑いですねこれあの本当にもうタイトル変えようかなと思ってるんですよクリエイターズっていうと、あとエキスポっていう名前ね、うんうんうん、これ漠然としたエキスポっていうイベントよくあるじゃないですか。ありますね。それも僕前からよく言ってて、なんでエキスポってってちなみに僕も今年3月、はい、横山エキスポってやってやってんですか。エキスポって何なんですか、横山さん説明してください。俺なんかこれつけとけばでかいイベントのイメージがあるからつけちゃったんですよ。実は、はい、俺も意味が分からずに、分かんない、ちょっとかっこいいと思ってつけたらスタッフが、はい、これエキスポですよねって言われて、はい、でいやってことはいろんな人たちが来て、はい、でショーを作るんですよねって言われて、あ、エキスポってそういう意味なんですか、そういうイメージなんですかね、とか、あ、なるほどねって言って、僕もただかっこいいからグッズが作れるとか、はい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 、あとこうタイトルとしての見立てがいいでしょ、なんか、そう、なんか一発打ち上げるみたいな、そうなんですよ。これだから、これこいつにねだいぶ苦しまされたんですよ、エキスポってエキスポって何なんだよと思いながら途中でなんかどでかい総合展示場とかでやるクリエイティブ集団が集まるイベントみたいになっちゃうんですよね日本語直すと万博ですからね。万博なんですか、万博、これ万博の秋山万博ですよ。違うんですよ、これもう本当に名前か、お笑いライブなんですよ、普通の爆笑秋山オンステージなんですよ、これ本当は。この名前がちょっとカッコつけすぎちゃったなで今はだからもう演出とかはもうほぼ固まってるんですよね。もう、もう、はい、固まってます。そうですよね。一応、はい。で、自分の中でも、はい。あ、もうこれはじゃあエキスポにふさわしい。もうエキスポではもう、あ、こいつとこいつ借り出されるなんてやつがいますから。もう事務所として見てますから、こいつらの。事務所の社長、ね。まずこいつはもう稼ぎ頭が何人かいるなとか。はいはいはい。なんで、例えばこう、ファッションデザイナー、あの、それこそパルコのね。はいはいはい。あそこにボンと掲げてもらった。はい。ようこくちがみ先生とかが。はい。出てきて、最先端のファッションなイベント。もうこの辺も漠然としちゃってますけどね。要はまあ、ファッションショーみたいなのをやったり。はい、インチキっぽい。インチキっぽいでしょ、本当に。インチキっぽいとこいじるために始めた、この企画なんでね。まあ、そうですよね。ファイルがもう。ある意味、はい、その世の中で、知る人ぞ知る的な存在の、そうなんです。人の、ちょっとこう、それを揶揄するというか。そうなんです。あんまり言うわけにはいかん。僕特技なんだったらコントに紛争するの大事だから、うんうん、好きだから、紛争しながらちょっと、やってやろうかな、みたいな。お前のことだぜって気づくやつが何人かいたらいいし、はいはいはい、とか、まあ、いろんなやつを凝縮した一人だったりとか、うんうんうん、そういうのをやってるんですよ、はいはい、だからそういう感じになっちゃうんですけどね、うんうん、でもそれだけだと無理やから、やっぱいっぱいこう結局派生してボケをいっぱい挟んで、はい、結果こんなやついねえだろっていうふうにいつも持っていってるんですけどはい、はい、根本にはありますよ、ありますよね、ちょっとクリエイティブでちょっと鼻につくやついじってやろうみたいな、うんうんうん、めちゃくちゃありますよ。あのほら自分の名前をカタカナ表記にするやつとか、そうそうそう、ああいうのとかをちょっと揶揄してやりたいという思いがあるんですよね。ありますあります。業界のなんかほらバブル期の、はいはい、テレビのその元気だった時代みたいなのをやたら言うディレクターとかね、はいはい、あのその横にもうあの一緒にいる子、うん、もう米つきまったみたいな、こいつはもうやりたいようにやらした方がいいからっていうあの作家とかの、うんうん、そういう関係性とかもずっと見てたんでだからこうたまりにたまったものをそうですいわゆるブラックジョークみたいにして、はい、こう人としてこう出すけども、はい、そうなんです、いそうでいない、いなさそうでいるってことでしょ。僕も下調べせずに、なんか、なんとなくの想像で膨らんでるから、うん、結局はいなかったりとか、本当にマジでドンピシャでいたりしたり、うん、あの人のこと言ってんでしょみたいな。はいはいはい。違う違う違う、これ本当にマジでイメージで、このジャンルの人ってこういうこと言いそうだな、こういうの身につけそうだなとか、こういう感じのノリだろうな、みたいなのを、うん、もう前から人のこと見るの好きだったんで、うんうん、いつの間にかそれを出すと、いたりするんですよ、ね、うんうん、それが。あの人の口癖こうですもんね、みたいな。もう、ドンピシャみたいな、リンゴみたいになっちゃうこと。それが気持ちいいんですよね。うんうん、いや、いたんだっていう。
でもあれってそのスタートをさせた段階から、はい、あこれは面白いいけるなとかっていう手応えみたいな自分の中であった。ありますあります、はい、あ最初1回2回目とか何回目かはあの反応は全くなかったんですよ、はいはい、全然反応ないんですよでロバート秋山っていう情報ももう極力なしにして、はいはい、ほんと3ミリぐらいしか書いてないようなちっちゃくしてもらって、うん、あくまでこういうやつが取材を受けてるような感じに世の中に発信しようと思って、うん、やっぱ知られないんですよね、うんうん、芸人を見るっていう感じじゃないので、はい、で苦情とかが来だして何回か、うんうん、なんかフリーペーパーでなんかクリエイティブのインタビューみたいなんて見てたけど、うん、なんだこれ 4,5 回見たけど芸人がやってるんかいみたいなクレームが来たりして、はいはい、で僕からしたら嬉しいクレームで、うんうん、あ騙せたぜみたいな、はい、で結局そんなに知られずにやってたんですけど、たまたまあのウェディングプランナーの、うんうん、ヨウエミコでキャラがいるんですけど、はいはい、ね、ここにインカムつけて、これだけ、これインカムをつけたかっただけなんですね。あの、ウェディングプランナーとかの、ちょっと忙しい系の方、インカムのイメージがあるんですよ。はい、もうこれだけやりたかったために。めちゃくちゃわかる。で、黒いスーツみたいな。黒いスーツで。ボタンが一個のやつみたいにしてて。大して忙しくない、大した問題じゃないのに、大したことあるような感じにして。すごい。お前がかき混ぜちゃってるんだよ、それ。大したことないのに。あの、文化祭の実行委員とかでもいがちな。うん、忙しい感じをお前が大変にしちゃってんだよっていう。ちょっと待って、大問題だよ、これ。インカム OK じゃ使えない人間インカム OK! 何人もインカム持ったら仕方ないんだよ、インカム OK よみたいな、もう、いや、お前が大変にしてんだよっていう。なぜ繰り上がって。なぜ繰り上がって、そういうなんかやたら無理に忙しくしてるやつ、ちょっとウェディングプランナーやりたいとか、インカムつけてやりたいなってやったのが、そんなに今まで反応なかったのに、これ秋山みたいな、はいはいはい、SNS であれこれってウェディングプランナーだよね、いやこれ秋山じゃないみたいな絶妙な中間にいたんですよ僕が、うんうん、紛争芸でもコントでもないギリギリの、はいはい、でそれでいろいろ調べたら秋山じゃねえかってなって、うん、でなんか YouTube みんな調べたら1年以上の貯金があったのでこいつこんなことやってんのかよみたいな、それから広がりました。ということで今日のゲストはクリエイターズファイルでおなじみロバート秋山さんってことですけど、ロバート秋山さんは秋山隆二さんっていう呼び方なのかね、本当はね、ロバート秋山っていう芸名じゃないはずだよね、きっとね、ロバートの秋山さんっていうのが多分正しい気がするけど、みんなもロバート秋山さんって言ってるよね。本人はどう思ってる、いや俺そういうのじゃないよってあるよね、ああいうのね、勝手にみんなそうやって親しみを込めて言ってるけどそうじゃないんだけど俺っていうのね。まだまだそのロバート秋山さんお話は続きます。僕らはだからもう弾けてから知ったから、はい、だからもう最初から、はい、そう順風満帆に、いやいやいや結構時間かかりました。あ、そうなんですね。でもなんか出来上がってきたやっぱ紙面とか見ると、うん、楽しいんですよ、これ なんだよこの紙面っていう本当に動画じゃなくね、本を買うとついてくる冊子があるじゃないですか、うん、そのフリーペーパーが、はいはい、あそこに4ページいただいてたんですよね、うん、それ4ページの他は、うん、マジな作家さんとかの連載なんですよ、はいはいはい、その中に突然マジでクリエイターの格好した僕がインタビューしてるんで、うん、他の人たちがマジでインチキ臭く見えてくるんですよ僕のせいでなんならこいつら全員秋山のトーンじゃねえかみたいな。これ本当に作家が書いてんのかとか、そうなんですこの紹介されてるイベント本当にあんのかみたいな、本当にあんのかってなって全部嘘のようにそれで周りの人もなんだよこいつのおかげでみたいになっちゃってるんですけどそれがまあ広がって僕は楽しくて普通にやらせてもらってます、まあ、見てもらってなかったけど1年間は、うん、これさでも作っているうちに、はい、そのあちょっと探すけど、はい、あんま引っかかるとこなくなったんだよねみたいなことはないんですか。あのねもうそれが王道なクリエイターとかはもう手出しちゃってるんですよ、はいはいはい、もう CG とか、うん、その辺の CM とか、 なんか映像の、はい、何ですか、うん、プロジェクションマッピングとか、はいはい、もうあの辺片っ端からやっちゃったんで、うん、それ超えたら1個超えたらまだあったんですね、この犬とか犬も大仏もあったし、もう全部大仏やってましたね、大仏もやってましたね、みたいな言ってましたね、遠近法の総本山とか言って僕をもうでかいかのようにちっちゃいカメラで撮ったりして、うん、あの手この手でいけるんですよまだいっぱいあるんだ、まだ全然犬行っちゃったらもういけますよ
微生物とかも次やろうと思ってますから、もう。顕微鏡の中でしか確認できないクリエイティブでしょ。何ですか？ミイラ。すごい太ってるミイラってやつ。はい、史上最も超えた状態で発見されたミイラ、ミイラですね。なんで超えてんだよ、ミイラが。あれも本当にもう、アクリル板の中に入れてもらって、僕を。閉じ込めてもらって、もうミイラかのようにして、それで動画も出すの難しいから表情だけ変えて、全部いろんな家族、何世がいるとかいうふうにして、めちゃくちゃ楽でしたけど、僕は。喋んなくていいから。俺だって昔、はい、広島ですっごい話題になって、はい、世界で一番美しいミイラ、フアニータちゃんっていうのが、何です、日本中を回ったんですよ。あ、そうなんですか。だからそのミイラ界で、はい、大体みんなわーって顔とかしてんのに、ちょっと怖いっすよね。フアニータは可愛かった。何ですかそのミイラ、気になるな。でそれが日本中をもう何年前、十何年前か二十何年前に回って、広島すごい人がいたんですよ、で見に行ったんですよ、はい、だブスと待ってるんですよ。いやいやいや、可愛い。申し訳ないけど、ミイラに本当に、ミイラにそういう表現ないから、もう、美人とかさ、ミイラなんだから。売りが美人だったのに、すごい来たしで、ブスってちょっと思ってたし。美人って言っちゃダメっすよね、そもそも。いや、美人なので見に行きますから、でもミイラなんですから、結果。だけど、それ近い。近いです、もう。一番超えた。超えた状態で。で胃の中の科学で調べたら、いろんな食い物出てきて、ステーキ食ってたりとか、ビックリマンチョコ食ってたりとか、めちゃくちゃ普通のお菓子食ってんじゃないかと。そんなミイラいたんですね。今フアニータっつって。フアニータ。フアニータ。ああ、いや、だから、ミイラにするのもどういう、ギリギリ引かれるラインじゃないようにしなきゃいけないから、と思ったら、もうこの超えてる感じを生かすしかないと思って。でこの体でも逆にいろいろ活かせるようになってきて、はいはい、スーパーモデルとか言ってですね、うん、パリコレ4人衆の1人とか言って、他に外国人の人集めて、僕が一番スタイルがいいようにしてもらって、でこう全部黒でこの塗るんですよ、えぐるんですよ。全部。体の縁が。体の縁全部もう一回り一回削るんですよ、黒で。で、後ろに黒い弾幕持ったやつがいないと仕事しないって、来日しないって言ってるんですよね。それだけは契約で守ってくれ。後ろに黒幕持ったやつがいないと俺は歩けないって。成立しないで。で、僕が歩くとこの黒幕のやつが一緒に歩いて、めちゃめちゃ痩せて見えるんですよ、ね。でも何でも生きるんですよ、もうそれやり出したら。そういうのって思いつくじゃないですか。はい。で、実践するには、はい、一回自分で鏡とか見て、はい、見るんです、はい。で、あ、いけるかとかって言って、そっから実際じゃあやってみようかみたいな。そっちのパターンもありますし、もう一発本番でやっちゃうパターンもあります。だ犬なんかもコントの犬にはしたくなかったんですよね。はいはいはい、だから芸人なんで犬の着ぐるみとか着たことあるんですよ。うんうんうん、じゃなくて、これマジで犬にしたいんですよ。たまによく芸能人とかがブログで上げてるすげえでけえ犬いるじゃないですか。ああいうのをやりたくて。でもクリエイターズワイルドだからどこがクリエイターなんだと思って犬種の名前にいるしかないと思って、ハンプシャークリエイティブグランドフォーマンっていう架空の犬つけて、なんかハンプシャーつけたらそれっぽく見えるんですよね。で、そいつにして、で、現場でこういっぱい系統を顔にひっつけてやっていくとマジで犬になって、で、ワンワンとかそういう安いのはやめて、息遣いだけで、この息遣いの犬の間っていうのがあって、例えば、これ、水と、じゃあ水とこれね、パネルどっちだって、水どっちって言った時に、こう、犬の間ですね。水タッチして、ロルフ、犬タッチね。普通この間ってもう無理じゃないですか。抑えるんですよ。でこれこれ犬の間です。犬の間、芸人の間を押し殺すっていうね。めちゃくちゃ心配になるんですよこの間。俺初めてですラジオで、はい、犬の間の間を待ったの。はい、はい、犬の間モノマネです。あいつら考えてるんですよ、時間ある。あ、もうこいつ無理かなって思っても、まあ、考えてたんだって時にボンとやるんですよ、ね。はい、犬の間です。じゃあもう今からでも、いくらでもいけるってことですよ、じゃあね。まだ、ストックはありますね。突然思い浮かんだりするやつもあるし。でも、本当に、はい、そのほら、ロバートっていうね、はい、皆さんは知ってるし、はい、でもちろんそれぞれの方も知ってるし、秋、はいはい、山さんのことも知ってるけど、はい、ありがとうございます。なんかほら、そこなかったですよねっていう、はい、絶妙のラインを必ず引っ張ってきて、はい、うわ嬉しいっす。それこそ T シャツの裏
の芸とかもそうだったけど、ちょっと横山さんいいですか一発、ちょっとそのこのせっかくこのコンビでラジオでちょっと一緒正面から見てて、これが T シャツの梅宮芸ってやつです。これですね今これ来てしこペロが出るペロが出るやばいでしょこれこの芸これだって特許かなんか取ってるでしょこれ。そうなんです、すごいこの芸特許がついてるんですよ、うん、はい、面白くて芸で特許このシステムいけるんだと思っていや別に出してもらってそういう金儲けじゃなくてね、うんうん、このペロペロ芸に特許がついたらすげえなと思って言ったら通っちゃったんですよね。なんだこの芸はっつって言って、しかも顔梅宮さん、顔梅宮さんで梅宮さんですか、梅宮さんに何パーか行きますからねこの T シャツ売り上げても。ああそうそうです、そうです、そうです、それ喜ばれますよね。はい、喜んでくれると思います、ね、本当にいやでもああいうのとかも含めて、はい、そのありそうでないっていうか、はい、ね、ありそうとも思ってなかったことをあるものにして、はい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 、そのギリギリのところをいつも攻めてくるから、めちゃくちゃ嬉しいです。本当ある意味、はい、そのあこの人はただのお笑いじゃなくって、はい、ちょっとリアルなクリエイターなんだなっていう勘違いをさせますよね、はい、いやだからちょっと1ミリもその感じないんですよ僕、嫌いなんですよむしろそっちのラインの人嫌いなんですけど、そうやってると思っちゃうんですかね周りに一応ね映像作ってくれる人とかやっぱそれなりにやってくれる人がいるんで、はいはい、周りは多分クリエイターかもしれないですよ。あ僕自体はもう本当にスマホなんかも最近ですからやり始めたの。でもほら例えばその大御所で言うとね、はい、鶴太郎さん、鶴太郎さん、はいはい、がよく広島で仕事をさせていただいていて、はい、こっちです、この宣材写真がこっちの方ですよね。あそうそうそう、はい、でなんかおでんをいつも食わせたりとかして、はい、でふざけて一緒に遊んでたのに、はいはいはい、ある日から本当に作家モードに入った鶴太郎さんっていうのが何年か会って、はい、で会っても全然つまんなくってでもう読むのがもう苦痛みたいな状況があったけど、いい、はい、本人も数年間で気づいて、はい、あの時はごめんって言ってごめんちょクリエイターぶって申し訳なかった、それならよかった。でそっからも平気で出てくるためにマッチですとかやってくるようになったけど、よかった。結局、はい、ちょっとそういうのが出てくるとそっち側に本当は人は振りたいみたいな、あマジ振り切りモードですね。あ今チャンスって階段をトトンってこう上がるんじゃないかと僕は、ちょっと横山さんすごいとこを見てますね。秋山さんもそうなんじゃねえのとかって1ミリもないです思ってた、はい、あのいや待ってないんだ、むしろ そっちに行かずに引きでそいつらのネタを探してたいですよ。まあでも逆に言うと自分がそうなると自分がネタになるってことですよね、はい、そうです、ある意味だから笑ってた人間の側に行っちゃうってことですよね。なんかそれ思わなくなるんじゃないですかね、そうなってくると。へえ。いや、でもこういうの聞くと、はい、そのクリエイターズファイル、はい、10月の2日、日曜日、はい、ですけど、はい、JMS アステールプラザ大ホールですけど。ホールの名前がクリエイティブっぽいですね。また勘違いされちゃうな。なんかエキスポに似合う名前ですね、これ。確かに確かに。お笑いライブって強く言ってください、これ、横山さん。勘違いされるよ、これ。俺らはちょっと、かっこいいんじゃねえ、違う違う、それないんですよ、マジで。それないのよ、俺には。北九州で育ったよくわかんないやつなんですよこいつは。かけらもないからクリエイティブの。いやでもこれ、はい、10月ねやります。アステールプラザ大ホールじゃ相当ですよ。まあまあのミュージシャンでもマジっすか、あーいっぱいにできるようになったかっていうところですよね。ピスタチオね、ほらあんなマジっすか、あいつめちゃくちゃコンサートオタクなんですけど、コンサートオタクアステールプラザ大ホールは、はい、ハードル高いよね。じゃあちょっといやこう埋まんないっすよマジで。まあじゃあもう中ホールにしよう。中ホールにしたいな、これ中ホールできないかな。中ホールだと500でいっぱいになるから。あ中それがいいな。ちょうどいいっす、デッキとかも。大はまあ広いっすよ。いや大どうしようかな、しかもボケとかもやっぱなんか大きなところでやるようなボケじゃないんですよ。劇団とかのそのなんとも言えないこの物販で揉める劇団とかをやりたいんで。確かにな。だから秋山さん以外は出ない、他になんか出たりするんですか。一応出るエキストラの方ですね、この毎回エキストラの方に協力してもらってて、はいはいはい、エキストラの方に出てもらいます何人か。ああ芸人として出るのは僕だけですね。へえ。はい。いや逆にだから楽しみですよ。いやそうですね。どんな感じなの。いや俺もやったことないんでこれ初めてなんでちょっと分かんないですよね。どうなるんだろうと思いながら震え上がってますよ今。い
いや、ちょっと強くじゃ広島の皆さんには、はい、これはおしゃれな回ではないという。それです。いや、初めてお笑いなんだってことですね。そうです。いや、そうです。もう本当それ言いたくて。1ヶ月以上前からずっといろいろ告知してるんですけど、だんだんここ2週間ぐらいで、なんか自然と自分で、これお笑いなんですよねって言うようになってきたんですよ。あれ、これお笑いライブって言った方がよくねって思ってきちゃって。まさにそれを言いたかったです。感じ取っていただいて。そう言っていただかないと、だからこっち側も、ドレスコードがあるんじゃないかとか。じゃないんですよ、本当に。ちょっとおしゃれして行った方が、だから男の子と女の子がこの後ディナーしてとかみたいな、そういうおしゃれ、おしゃれアイテム使われるんじゃないかと。映像、おしゃれ映像のなんとか集団のやつじゃないんですよ、これ。ねえ。なんとかラボとかのやつじゃないんですよ、これ。なるほどね、はい、そこら辺にあるお笑いライブのちょっと変なバージョンってことですね、はい、そう思ってください、うんうん、はい、子役も来ますから、いや、はい、よかった、でもいや、ありがとうございます、はい、僕秋山さん来られる時に、はい、いや意外とあの人難しそうだよねっていう雰囲気を、待ってくださいよ、猛烈に持ってたし、ちょっとどこ待ってくださいよ、はい、この活動からですか、はい、よくないな、その活動また方向性変えなきゃいけないな、そう思うやっぱりそう。だから本当、悪い時の鶴太郎さんみたいな。ちょっとそれ何なんだ、さっきから言うけど。巻き込まないでくださいよ、俺、鶴太郎さんの会話のやつ。やらなくなっちゃったな、あれ、みたいなやつ。そう。やりたいんですよ、こっちは。なんか、照明写真撮るのに、顔半分も影になってるとか。そう。だって宣材写真がこれですから。そう、うん、ね。なんで俺まで一緒に乗って言っちゃってんすか、宣材写真のこと。秋山が鶴太郎さん悪く言ってたぞ。知らない。いや、僕は関係ないですから、横山さんの流れで言っちゃっただけだから。いやでもぜひぜひリスナーの皆さんは10月の2日、はい、させん、はい、日曜日ですけども、100キャラ目前、はい、ファン感謝の全国ツアーロバート秋山プレゼンツ、はい、クリエイターズファイルエキスポ、はい、あのトップクリエイターたちが今ここに集結が JMS アステールプラザ大ホールで開催、はい、ということなので、はい、お願いします、ね、身が細る思いで今本人は、はい、全国を回ってらっしゃる、いや、そうです、なんとか広島の方に来ていただきたいですねでは皆さんに何かありましたら一言お願いします、はい、本当に本当に普通にお笑いライブなんで笑いてえなーって、あ、秋山ちょっと面白いなーって思った方が来てくれたら多分お口に合うと思いますんで、エキスポっていうそういうのに引っ張らないでください、引っ張れないで、ぜひ来てみてください、はい、広島の皆さんよろしくお願いいたします、ぜひぜひ皆さん足を運んでいただいて、はい、大いに笑っていただければと思います。今日ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。横山雄二ショーということで、今日のゲストはクリエイターズファイルでおなじみロバートの秋山さんでしたけども、考えてみたら10月の2日日曜日ってうちの会社の開局70周年が10月1日だから、その次の日なんだよね。ってことは行けるかも。あれだったら見に行こうかな。で、今外に飾ってあるコチョーランとかをあれちょっと看板だけロバート秋山さんへつつって変えて持って行って、ちょっとありがとうございます恩を着せるみたいなでもメガマック森下がさ言ってたけど、いや、あんだけそのいわゆるサービス精神が豊富だと、その聞くだけでもファンになりますよねつって、やっぱそういうのあるよね。やっぱラジオって特にその人間性が伝わったりもするし、でその人のこう姿勢みたいな、自分の生き様というかさ、自分はこういう風にすることが美学なんだっていうことが伝わりやすいから、だから本当めんどくさい人なんじゃないかと思ってたけど、あ、真逆だったんだな。だからあんなにその自分の素よりもキャラクターの方が立ってるってことあんまないから、だからまあ白龍さんに会ったら本当は怖いんじゃないかと思ったらいい人だったとかさ、なんか相川翔さんっていつもナイフ持ってんじゃないかと思うけど持ってないとかさ、なんかああいうもんなんだろうね。役の方が勝っちゃうってとこがきっと、ああそれでこうなっちゃうんだなって、本当に会うまでっていうか、会ってスタジオ入って目の前に座るまで嫌なやつなんだとちょっと思い込んでたとこがあったんだよな。いや、だから自分も気をつけなきゃいけないってことよね。自分のことをみんながどう思ってるかっていうのを、自分はそう思ってなくても相手が
こういう人なんだろうね、こういう人なんだろうねって勝手に思ってて、でそのギャップが大ければ大きいほど、メガマックみたいに、いやもう声聞いただけでもファンになりましたよとかつってって、あのギャップだな。うん。ってことは変な風に思われた方が得ってこと？でも、会わないと好きになってもらえないと嫌だよね。いやいや、でもぜひぜひ、クリエイターズファイル、10月の2日、JMF アステールプラザ大ホールということなので、皆さんも足を運んでいただいて、で、まだ、どんな、ステージになるのか、もちろん想像もついてないけれど、まか不思議な世界になるんでしょうから、楽しんでいただければと思います。ちなみに、横山の界隈で言うと、いよいよ明日、午前様様ファンファンフェスが、広島県民文化センターでありますよと。でね、まあ準備も大変だし、で、なるべく皆さんに喜んでいただけたら嬉しいなとかって思うので、その明日、4日は、ファンファンフェスティバルが3時からなんですよ。まあ夕方ぐらいっていうのかな、お昼過ぎぐらいからなので、その前に、お昼の11時50分から横川シネマにお願いして、映画愚か者のブルースを1日だけ1回だけ上映してもらえないかなーつって、だから11時ぐらいに映画館来て、で映画見て、でそのまんま移動してファンファンフェス行くと、あちょうどいいわーってなるし、でファンファンフェス来るといろんな展示物があったりとか、あとそうそう、俺の小説第2弾アナウンサー辞めますが日本最速発売なんですよ。なのでこれ有事賞これ終わったら600冊600冊サイン書かなきゃいけないんですよ。でこれ1分1個にかかっても600分かかるんですよ。600分ってことは10時間ってことですよ。いやー気が重いよだから買ってねもう2冊も3冊もこれ保存用とか、あとはこれは展示用とかね、これはコースターにするよとか、もう何でもいいから、もうとにかく買っていただいて盛り上げていただいて、あとは9月の9日になりますけども、来週ですけども、金曜日からは映画愚か者のブルースがクレポポロシアターで上映が始まります。なので9、10、11このあたりで舞台挨拶行かせていただくと思うので、ぜひクレの皆さんも映画愚か者のブルース見ていただいて、であとは今福山で福山駅前シネマモードで上映中なので、ぜひぜひ足を運んでいただいて、 SNS などにハッシュタグ愚か者のブルースで感想など書いて、見せて聞かせていただければと思います。さあさあ君こそスターだですけども、広島で活躍するまたは活躍を夢見るアマチュアアーティストを応援するザ・スターは君だですけども、最近はメジャー系のミュージシャンの方々がここで自らの近況を報告するというコーナーになっています。今日は、ハロースリープウォーカーズの8月31日発売の新曲を皆さんにお届けしましょう。ルローキタンということで、今日の君こそスターだはハロースリープウォーカーズルローキタンをお聴きいただいてますけども、そうだね、いつも来てくれるんですよね。なんか自分で楽曲作ってメンバーに今度この曲だからねって言うと、メンバーが自分の好きなことを演奏で入れてきて、でこれライブでこんな難しいのできないよみたいにいつもなっちゃうんだっていう話を聞かされてたね。確かに確かに、なんかもうなんだろう、全て海鮮丼みたいな、もう 全部入りみたいな、しかもボリュームがすごいみたいな感じがするね。ということで今週は、ロバート秋山さん登場、そしてハロースリープウォーカーズの新曲をお届けしたザ・横山裕二ショーでしたけども、いかがだったでしょうか。来週ですけども、来週のゲストは東京オリンピックで皆さんをあっと言わせたクリエイターガーマルチョバ登場ということで、ガーマルチョバさんは裕二ショーはね毎年のように来てくださってたんですよ。でコロナで全然こうできなくなって、で、まあ、しばらくお会いできてないうちにガーマルチョバ一人になってて、であともうお話伺ったんですけど、東京オリンピックの時の舞台裏みたいなものとか、そう決定してからその当日に向かうまでみたいなのを、まあ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 本当根掘り葉掘り詳しく聞けてますよっていうことがあったりとかするので、聞いていただけると満足度が高いんじゃないかなと思ったりします。満足度が高いというと、ぜひぜひ映画愚か者のブルース応援していただければなと思うのと、小説第2弾アナウンサー辞めます
もいよいよ発売間近ということなので、楽しみ盛りだくさんとなってますけども、ぜひいろんなイベントやいろんなもので一緒に楽しんでいただければと思いますので、放送でも来週またお会いしましょう。天才横山でした。